今日は今日はナンバーナインに来てます。いやーぐっさーついて動画で一応フィールド紹介、あのナンバーナイン今日来ようとして割とネットで調べてもどんな感じなのか全然載ってるのがなかったんで、こういう動画もいいかなと思って撮ります。さっき言ったのがいわゆるベースとか、まあ一番大きいセーフティーですね。車止めてすぐのところにはいろんな施設があるところです。そっから結構な坂を登ります。疲れるねこれね、上にもう一個ベースが今から行くところにあるんですけど、そこまでこう荷物を持って最初この坂上がっていくんで結構疲れる。暑いしかも今日は30何度の、あ、ほら暑いですか。暑い、あ、影に入るといいんだけどね。そうそうそう、暑いよ。で、ここが第一分岐で、結構ね、ナンバーライン施設充実してて、こんな途中にも自販機があったり、で、1個目のフィールドが、入り口がこっちですね。ヘルバレー。ヘルバレー。ヘルバレーです。地獄の谷。で、まだまだ突き進んで、メインフィールドとセンターフィールドの入り口まで、ずっと歩いていきます。もう、今カレーをたらふく食べた後なんで、お、ここにもちゃんと女性専用トイレが、はい。ぐっさん、こんな中貼っちゃダメだよ、後で。え大丈夫です。何を言ってるんですか。あの、途中のこの結構中途半端なところですよ。ここもいろいろセーフティーなのかな。机とテーブル、あの、机と椅子があって、もう一段階上がると、なんだろう、第二セーフティーみたいな。でもちゃんとした、あの、普通のフィールドのセーフティーと同じような感じの広さで、あります。はい。で、この今正面がメインフィールドの入り口ですね。で、これね、後で見せるけど、これ、この箱、家、これ冷房小屋です。すごいです、キンキンです。はい。で、こんな感じでセーフティーがあって、ちゃんと日陰も、夏、扇風機もきちっと動いてくれてますね。で、ここにも1台自販機があって、これなかなかこう、いいですよね、こういう設備がちゃんとしてるのかね。あれ、ぐっさん多分冷房いっちゃったな。こんな感じで。で、ちょっと折り返してみます。お、来た来た。折り返す？で、ちょっと、で、ここが、センターフィールドの入り口です。はい。ちょっとじゃあ冷房室行ってみようか。よいしょ。暑い、しかし。今日は33度です。このちっちゃい小屋が、冷房室。でね、まあはい。セーフティーではないので、まあ椅子はあるなってことですね。入ると、はい、正面に前の鍵ね、外から閉められたら出れませんけどね、はあ、超涼しいです。こんな感じで、こんな感じで一応ナンバーナインのフィールド紹介というかフィールド入るまでですね、こんな感じです。結構ほら下り坂あでね、ここに一応ね下りなんですけど、なんとシューティングレンジがちゃんとあります。なんでホップ調整とか途中でもできますね。はい、こんな感じでナンバーナインの紹介でした。